アウディ R18 とは、アウディが R15TD の後継として2011年に開発したプロトタイプである。2011年は R18TD として参戦。2012年より改良型の R18 ウルトラとハイブリッドシステムを搭載する R18E トロンクアトロへと交代した。2016年より R18 として参戦。 2010年12月10日にインゴルシュタットで発表された。TD はターボチャーゲドダイレクトインジェクションの当時後、R8R R、R8、R10、R15 といったアウディのこれまでの LMP1 マシンとは異なり、クローズドボディを持つ。アウディとしては1999年のルマン24時間レース参戦初年度の R8C 以来のクローズドマシンとなる。 エンジンレギュレーションの変更を受け、直噴ターボディーゼルエンジンは 5.5LV10 から 3.7LV6 へとスケールダウンされた。クローズドボディカには空気抵抗を減らす効果があり、エンジンパワーの低下を差し引いても、空力性能の改善で R15 より全体,体的なパフォーマンスは上がったとアウディ側は発表会で話している。操縦席はこれまで左ハンドルであったが、 モノコック全部のフットスペースの関係上右ハンドルに変更された。またモノコックも R8 から継続されていたダラーラ製をやめてダラーラの元社員が立ち上げた会社に製造先を変更した。新技術としてこのカテゴリのマシンとしては初となるフル LED ヘッドランプを採用。ルマンの夜間走行に対応できるほどの光量を確保しており。 速度やステアリング操作に応じて照射方向を調節する。データイムランプのフォルムは、アウディの旧ブランドロゴにちなんだ位置の形である。後術の R18E、トロンクワトロのベースとなる車両であり、ウルトラとは、アウディの市販車の軽量化技術の名称。ハイブリッドシステム搭載分の重量増加を見越して、CFRP 製、ギアボックスケーシングなどを採用し、 R18TD から10%の軽量化を果たした。R18Ultra は、ハイブリッドシステムを搭載しない分、バラストを積んで、重量配分を調節している。また、フロントサスペンションが改良され、空力部品の形状が見直された。他にも、LMP マシンとしては、初のデジタルリアビューミラーを採用している。ルーフ上に、超小型カメラを設置し、 コックピットのルームミラーの位置に置かれたモニターに後方視界を映し出す。クローズドボディの視界の悪さをカバーし、ドライバーの疲労を軽減する効果もある。アウディが持つ四輪駆動技術、クワトリン。後輪をディーゼルエンジンで駆動し、前輪をボッシュ製のモータージェネレーターユニット2機で駆動する。制動時にフロント回生ブレーキで発生した電気エネルギーは、コックピット内部の助手席に置かれた。 フライホイールバッテリーに運動エネルギーとして保存され、放出時には逆のルートをたどって前輪を駆動する。システムはウィリアムズハイブリッドパワー製で、アウディの前にはポルシェが 911GT3 に搭載してニュルブルクリンク24時間レースに出場している。カーボン製のフライホイールは最高 45000RPM で回転するため独特の高周波音を発し、 最大3 6 0ールを貯蔵可能。TD エンジンの出力は 375kW 以上。モーターの最高出力は 75kW で、一度に5 0 0ールを放出可能。四輪駆動は、車体のトラクションを向上させることにつながるため、回生エネルギーの使用可能速度は、時速1 2 0トル以上に制限された。2013年3月8日。 R18E、e、トロンクワトロの2013年仕様が公開された。リストリクターの軽縮症によりエンジンは若干パワーダウンしたが、モーター出力は 80kW 以上にに向上。また、排気をマシン下部に排出して、空力効果に利用するブローンリフューザーを採用している。フロントとリア両方のフェンダー工法に改良を加えたほか、 リアウィングの翼端版が2枚構成となった。2014年3月25日、フランスのルマンの地において、R18E、トロンクワトロの2014年仕様が公開された。排気量を3.7リットルから4.0リットルに変更し、車幅は微減されて車高は微増された。2014年の新規定では、ルマンのサルトサーキットを基準として、一周あたりに、 放出できる改正エネルギー量を4段階から選択する方式となったが、アウディは一番少ない 2MJ を選択している。ヘッドライトには、マトリックス LED ライトにレーザーハイビームを複合して搭載する。2015年モデルでは改正エネルギー放出量を 4MJ に増加させ、電動フライホイールの貯蔵容量は前年比17%増の7 0 0ールになっている。 規定により、一周あたりの燃料使用量が2.5%減らされたが、エンジンの最大出力は 537PS から 558PS に増やされた。空力面では、フロントフェンダーにエアインテークが開口され、ヘッドライトの形状も縦長から横長に変更されている。アウディ R182016 年より、車名は単純に R18 となり、 基本コンセプトも変更された。エンジンは従来と同じ4リットル直噴ディーゼルターボだが、回生エネルギー貯蔵装置は、電動フライホイールからリチウムイオンバッテリーに変わり、回生エネルギー放出量も 6MJ に増加。フロントマグルの出力も2 0 0ットから3 5 0ットに強化された。ギアは7速から6速になった。空力面では、ノーズ部分が、 F1 マシンのハイノーズのように極端に細く高くなっている。これはヨルグザンダーのデザインが活かされている。間の空間が広がり、そこにまたがるプレートはウィングのような三次元形状となった。また、ルーフはラウンドシェイプからスクエアシェイプになり、リアウィング翼端版板の形も変更されている。カラーリングは白ベースから黒。 グレーベースに赤を配したデザインにイメージチェンジした。2011年のルマンを走行中の R18、TD2 号車。後方2台は、プジョー9082011年5月7日に開催されたインターコンチネンタルルマンカップスパフランコルシャン6時間レースにて、R18TD が実戦デビューを果たしたが、結果は振るわず、ライバルのプジョー908に勝利を明け渡す結果と、 なった。同年6月のルマン本戦では、チームヨーストの3台中2台が、アクシデントに見舞われ、ブノはトレルエ、アンドレ・ロッテラー、マルセル・フェスラーの3人がドライブする2号車が、プジョーの3台を相手に戦い、2位にわずか14秒弱という、大接戦を制して、総合優勝を果たした。ルマン以外のイルムシーイベントでは、プジョーの後人を廃止ランキング2位となった。 2012年のルマンで優勝した R18E、トロンクアトロ1号車 WEC へのエントリーは、開幕戦セブリングに R18 ティディの改良系を3台。第2戦スパと、第3戦ルマンに R18 ウルトラ R18E、トロンクアトロの両車を2台ずつ。第4戦シルバーストーンと、第5戦サンパウロに R18 ウルトラと R18E。 トロンクワトロを1台ずつ、第6戦マーレーン以降は、R18E、トロンクワトロを2台となる。シリーズ開幕から4連勝し、第3戦ルマンでは、前年の優勝トリオが乗る、R18E、トロンクワトロ1号車が総合優勝を果たした。これは、ルマンにおける、ハイブリッドマシンの初優勝となった。2位は、R18E、トロンクワトロ2号車、 3.5位は R18 ウルトラの2台という干渉だった。しかし、ルマンから参戦開始したトヨタ TS-030 ハイブリッドが強力なライバルとなり、後半4戦はトヨタに対して1勝3敗という成績だった。最終的には LMP1 クラスのマニュファクチャラーズチャンピオン獲得、ドライバーズランキング1から4位独占という成功を収めた。二千十三年より、 R18E、トロンクアトロのみで参戦。第1戦、シルバーストーン、第2戦スパと連勝し、第3戦ルマンでは終盤の雨による混乱をくぐり抜け、トム・クリステンセン、ロイック、デュバル、アラン・マクニッシュ組が優勝。3号車が3位、1号車が5位となった。前年に比べると燃費は落ちているが、その分スピードに磨きをかけて、トヨタを上回った。 ありがとうございます。